界を股にかける大女優の関谷とマネージャーの小松崎です。よろしくお願いします。いやー、今日もおしゃれですよね。今日のテーマはプラダを着た悪魔よ。一世を着た年間だよ。おしゃれですよね。マネージャー、今日のスケジュールは、はい、ハリウッドで主演映画の撮影、絶東京でファッションショー出演からの中野 TWL でネタ一号です。スケジュールバグってるわね。すいません。マネージャーもっといい仕事取ってきなさいよ。すいません。関谷は東京ガールズコレクションに出たいの。東京ガールズコレクションですか。見て、え、関谷が歩くと TGC みたいでしょ。PTA だよ。ですよね。舞妓さんが出るような着物のファッションショーも出てみたいのよ。舞妓さんですか。関谷、擬音が似合うでしょ。擬音だよ。そうね。ドラマの仕事もガンガン取ってきなさいよ。どういう系がよろしいでしょうか。関谷、太陽に吠えろが好きだから、刑事物とかがいいわね。懐かしいですね。関谷がニックネームをつけられるならそうね、ボディコンデカかしら。ボディコンデカ、タン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 、ボディコンデカ参上。関谷の魅力でみんなのあそこがおったちね。なんじゃこりゃ。あとは関谷は声がいいから、はい、まあ、アニメの仕事とかも似合うと思うの。どういう系が出たいんですか。声優とかね、いいなと思うの。スーパーの声優だよ。どういう系出たいんですか。やっぱ東京リベンジャーズみたいのがいいかしら。流行ってますもんね。関谷、マイキーの酔ってるやついるってシーン好きなの。名シーンじゃないですか。ちょっとやってみて。この中に関谷の美貌にひよってるやついる？いねえよなあ。とはね、歌手活動とかもいいわね。どういう系の歌がいいんですか。関谷はフランキー・ジェットシティが好きなのよ。おお、すごいロックですね。昔背中にタトゥー入ってたのよ。すごいですね。ロックンロールでしょ。コレステロールだよ。ですよね。仕事だけじゃ息が詰まるから、はい、メンズとの飲み会もセッティングしなさいよ。かしこまりました。関谷、気になるメンズがいたらデュエットで落としちゃうの。そうなんですか。今から一緒に、関谷と一緒にいいことをしようか。やーやーやー。そろそろお時間なので、最後に番宣の方をお願いいたします。関谷、今度映画版ガリレオに出演するの。素晴らしい。関谷、夜の方程式解くのうまいんだ。今夜お客さんの容疑者 X を検診させちゃおうかしら。実に面白くない。マネージャー、明日のスケジュールは。明日はハリウッドで主演映画の撮影、ホテルリッツカールトンでディナーショーからの中野で水道管破裂予選です。スケジュールバグってるわね。すみません、どうもありがとうございました。